ブラックスフィアナジェヒーローズ。はい、本日はですね、だいぶ期間が空いてしまったんですが、第2回ノンタイトルクイズ王ということで、おー、タイトル1話から4話で6ポイントか5ポイントか。ってことは僕が今まだ暫定王者みたいな、暫定王者みたいな感じなわけでね。ダッサい王者だな、お前。ノンタイトルでやっぱ僕が王だから。 ミスターノンタイトルっていうか、もう確かに、まあ、もう言わないでほしい。俺は王子だから。どう、本日は5から8ということでですね、5から8の記憶があんまないんですよね、正直。いや、なんかね、確かね、僕が有利だったんで、正直多分ある程度僕にまつわる問題多かった気がする。俺いないんだわ、ここから。そう、きついと思う。そっか、マニアック感問題が分かんないんだ。 5から8話って特に我々もいないんですよ。ラオスがちょっといる。確かにこれさ、チームレッドの問題されたら結構しにくくない？ちょっといるって何よ。ちょっといるって何よ。ちょっといる。いたよ。いたよ。僕から8話いた？いたよ。俺はキャバクラ問題が抜かれればね、ラオス優勢な。確かに。そうなんですよ。抜かれることはないですけど。ハンドクリーム、右手と左手どっちに塗りましたか？ラオスしか。ハンドクリームのあれメーカーとかね。ね、ラオスしか。ラオスしか。何のハンドクリームか。わかりました。怖っ。女の子の名前とか言ったら無理じゃん。無理。それは無理だ。まあそんな感じでね、ちょっと5話から8話やっていきたいと思いますので、行きましょう。はい。第1問。確かに。しないと。マジで？え？え？嘘でしょ？嘘でしょ？マジで？ここで止まりますね。なんで？ラオスが初めて、セナ君たちがいる部屋に入った時に、こんにちは、〇〇西田拓郎と言います。この〇〇に当てはまる言葉は何でしょうか？全然わかんない。挨拶の時の俺マジで分かんない。こんにちは、〇〇？こんにちは、〇〇？西田拓郎と言います。こんにちは、〇〇？西田拓郎です。やばいな。あ、分かった。多分これ。いや、もうちょっとね、直すと言えばって感じかな。わかんない。あの、違うかな、なんか文脈おかしいな。いや、もうこれ覚えてます。全然覚えてないけど、もうこれできます。ラオス外したらおもろいよな。多分俺やったらこう言うなみたいな。挨拶ね、挨拶。うちもラオスだったらこれ言うなを書いた。え、今ラオスだって何？こんにちは、要はとか。要はできちゃったから。こんにちは、シャバいな君たちは。西田拓郎。うぜぇ。言わないよね、俺。顔見た瞬間、シャバいな。これちょっとむずいね。これめっちゃむずい。ビジネスマンっぽく言ってる説もあるよね。え、いけた？いけた。じゃあちょっとラウス最後で。いいよ。じゃあちょっと僕からいいですか。どうぞ。こんにちは、ラオスから来ました。ああ、うちも一緒。ラオスから来ました。え、はい、まあこれだよね、普通に。うん、こんにちは。エレファント。いや、悩んだよ。悩んだよ。それうちらがつけたあかんだからね。こっちだわ。エラス答えあんのこれ。これも答えラオスから来た。うわー。じゃあそうだわ。そうじゃない？え、すげえ。じゃあそうだわ。言ってますね。確かに。しないと。しない。あ。マジで？え嘘でしょ？嘘でしょ？マジで？こんにちは、ラオスから10時間かけて来ました西田拓郎と言います。おいラオスから余計なこと言えない。うちさ、マジでね、ちょっと触ってもらったら分かると思うんだけど、痛んでないんだよ。おー、すごいわ、痛んでないわ。うち痛んでないんですよ、こんだけブリーチしても、うん、でしょ。なんで？で、うちさ、言ったじゃん、シャントリーボディで髪質改善されたって。あ、それでなんだ。多分そう。で、3ヶ月ぐらい使ってから、めっちゃ髪の毛がしっかりしたんだよね。でもそれ言ってるよね、うん、その時にね。でも髪質改善されるよ、うん、理論的にも間違いなく髪質自体はトリートメント普通に使ってる人よりも早く髪質は改善されるの。でプラストリートメント使うとより良くなるって感じ。
一つだけこれマジで、うん、10時間かけてっていう感じがやらしくてうざいし、でもそれを表現してないからこれ答えになってないです。プラス10時間かけてラオスから来てねえし、後でめくれ、それめくれてるでしょ。この日のために来たわけではないよ、さすがに、うん、だからその前日が全然、前日が前には来てんだけど前日どころじゃない、前日があのね、まあそのぐらいかけてきましたよっていうアピールですよ、これは。10時間かけてるじゃん。だから、いや、ほんと10時間かかるんだよ。これ、全ハズレです。え、ごめん、ちなみにこれ正解は何？ラオスから10時間かけてきました。ダメだよね。10時間かけてが結構これ重要だと思う。いやいやいや、あの、出題者次第だからね。あ、じゃあ決めて、ガチで決めて。じゃあ、ガチで決めて。ジャッジして、ジャッジして。ラオスから来たっていう文脈があれば、OK。おぉ、はい、イエーイ、これはすいません、1ポイントですね。はい、これ今セナ君と並んでるから。そうだわ、リナはラオスと並んだ。いや違うよ、だってリナ3点だもん。ラオス正解してるそうだった。けどラオスが10時間入れれないのはもうミスだけど。いや、それはマークだよね、マークの話だもん。いや、それはだってどうどうどう、もう回答はとあのフェアに言われると、さすがに。まあ、ね、確かにね。 OK です。じゃあ第2問発表いただければと思います。僕が入りたいチームは、あ、どっちだ、あったよな、ありがたいね。ブルーです。え、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。マジ、はい。え、なんで。理由は、まあ、最初に見た時からもそうだったんですけど、お話を聞いて最初の印象的にめちゃくちゃ強いなと思ったんです、レッドチーム。結構こう、まあ、その芸歴も長いですし、まあ、例えば塗り坊さんが出てるとか、あとはあのプログラマーのアプリの、まあ、最近やっぱりこう最近のこう時代に合ったものを作れるのかなというので非常に強いだろうなって最初は感じて。はい、これで止まります。第2問ここからですね。何、はい、ラオスがレッドチームではなくブルーチームを選んだ理由は。おお、え、これって似合う、え、他で言ってるってこと。言ってんだろうね、多分。え、これニュアンスがあってればいいでしょ。うん、まあそうだね、これに関してはさすが一語一句は無理だからさ。これ簡単じゃない。これ簡単だね。俺ないんだよな。強いと思ったは出てるのね、レッドが強いと思っただけど、こういう理由でブルーに行きたいってことね。行ったれ、出題者みたいになってきてる。いやいやいや、違うよ。一言、ラオス一言、二言書いてる。どういうこと。一言でいこう。一言だったら絶対一緒になる。一語一句一緒だったら2倍ポイント。勝手にルールつけないで、勝手にルールつけないで。これもう一個つけたら、ちょっと待って、もう一個つけよう。いや、いらない一緒にする気ないじゃん。増やせば増やすほど外れる可能性増えるよ。え、だってそうじゃん、だってニュアンス消費系だったら OK だけど、3つってことは要素が増えるから OK。 じゃあ僕いきます。はい、もうこれズバリ一言でまくりたいから。あ、一緒、レッドが強いからまくり上げたい。あ、一緒よね、まくりたい。そう。じゃあ僕いきますね、はい、はい。自分が主人公になって知名度を上げ、ファンからモテるために弱いと思ったブルーを選んでリーダーになって逆転勝ちを狙ったから。それは本当の理由。心の中で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 心の正解じゃないんだよ。動画では多分伝わってない。伝わってないのか。本当なんて言わない。心の声書いちゃってる。これ2ポイントくれ。生活してると分かってくるのか。これ正解だ。これは本当に正解。正解じゃない、不正解だ。俺これまくりたい反骨精神です。ああ、そう、反骨精神。反骨精神です。一応答えてみますか。めちゃくちゃ強いなと思ったんです、レッドチーム。だから結構こう、まあその芸歴も長いですし、まあ、例えば塗り坊さんが出てるとか、あとはあのプログラマーのアプリの、まあ、最近やっぱりこう最近のこう時代に合ったものを作れるのかなというので非常に強いだろうなって最初は感じて、逆に僕って結構反骨精神が多めで、逆にこうそこをやまくりたいっていうか、結構強いからこそそこと戦いたいっていう気持ちって非常に強くて、だからこそですね。マジか、ありがとうございます。はい、あ、じゃあ俺合ってんじゃん。いや、ほらほら、合ってる合ってる。いや、違う違う、まくりたいはダメだよ。反骨精神があったからまくりたいんだよ。合ってんじゃん。だってまくりたいんでしょ。いや、まくりたいんでしょ。理由、
まくりたいんでしょ。まくりたいんです。うん。じゃあ合ってる。ほら、テントが強いからまくりたい。合ってる。でもフレーズはでも反骨精神があるからまくりたいって。反骨精神があるからっていうのはこっちにかかってんじゃん。うん、まくりたいの方にかかってんじゃん。理由としては。反骨精神。俺のはどうすかラオス。これが2倍。いやもうない2倍精神ないだろこの。え、これ2倍じゃない本当に。だってさ心の声まで書いちゃったってこと。いや。モテるためとかさ、ほら知名度とか主人公とかそんなこと思ってねえから。思ってる。知らないんだよ。多分これ知らないんだよ。お前見れよ。4回目全部見てから来い。おい、カメラマン。それは正解でいいですか？韓国選手のまくりたいどっちもないとダメってこと？どっちかでも大丈夫です。じゃあ僕正解ということで7ポイント。松葉は不正解です。え、なんでだよ。不正解。なんでだよ。全然かかってねえじゃんそれ。そんな正解者なんでだよ。まあまあまあじゃあいいでしょう。しょうがないから。すごいね、2問連続正解でしょ。イエーイ。今何点？大輝と並んだ5点。5点、僕6点。リナ4点。で、5-5だよ。いい勝負だね。はい、じゃあ第3問ですね。なんか全部の意見がふわっとしてますよね。そうですね。うん。こんにちは。こんにちは。ここで止まれるみたいです。はい、第3問いきます。今回の研修の際、経営者方に質問ができる場面でブルーチームは株式会社ウレルネット広告会社 CEO の方からお話を聞かせていただいたが、うん、話をしていただいた方の名前をその方の名前正式名称で答えて、あー余裕今回もちょっと言っちゃったけど、うん、これどこまでが正式名称なんだろう。え、あ、番組のテロップ出ていた名前出てる。でも名前合ってればいいんです。合ってる。じゃあこの表記されたこの番組で表記された名前だって。これもう合ってる。漢字ってことでしょ全部。だから漢字がねちょっとね。でも分かる。僕ねもしかしたら英語表記かもしれないですね。あるわ。可能性としてあるわ。行きましょう。はい。ブラウスさんからお願いします。加藤浩一郎さん。どっち？どっち？それずるいよ。いや、それずるい。こういうずるいことすね。それ詐欺師。いやいやいや。どっち？どっちじゃない？これ。でも漢字。じゃあ漢字だって2つ出してんじゃん。え？ 2 つ出してる俺。出してる。ああ、出した。こっちです。こっちです。はい。はい、決定。いやいやいや、ちょっと。もう無理。もう無理。今だって出しちゃってるからダメだよ。え、これずるいずるいずるい。いや、じゃあ俺、じゃあみんなの答え見る前に、すいません。じゃあ僕の反応で答えてください。なし。いや、反応でやない。本当にじゃないよ。じゃあ行きますね、答えを。で、これ全員間違えてたらやばい。マジで笑う。そうですね。うん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。イェーイ。僕のタイトル。はい、僕とモッチーだけ。僕もですよね、これは。違います。じゃあ、そうですよ。はい、違います。しかも漢字も違う。なんで？加藤の党が。え、待って、うちも違う。本当だ。間違えてる。ねえ、うち加藤の漢字違うんだけど。ね、待って。これはさすが。ちょっと待って。これは違う。自分にびっくりなんだけど。いや、え、なんで？ちょっと待って、これ。何してる？何それ？もう漢字ずるい。これこうですもん。ラオス。ああ、この前。様にしちゃってるラオスこの。え？こっちなってんじゃん。なってないじゃん。どう考えてもこれ様になってるでしょ。厳しいけど。これもうだいもう全部。ええええええ。おいおい。はい、漢字が違います。ラオス。さっきの俺のアウトでしたね。これもアウトです。ラオスしかもさっきこうだったじゃん。こういつさんのこう。こいつさんのこう。ラオスアウトでだから。アウト。
もっと見せて、この勝ちからさ、勝ちから、勝ちさ、これってさ、勝ちないよね、この感じ。勝ちでしょ、惜しいね、もうダブね。ラオスが間違えてるから、どっち。うちマジで気づかなかったもん。まあ、正式名称だから漢字ミスは NG だよね。うん、よかったー、リード。楽しい。普通にさ、俺、まあ、自分のやべ、全然自分の頭の悪さがここで出てきた。もうラオス、抗うのやめな。やめなって、ずるよ、うん、もう最初の時点でダメだから、うん、もう最初も違うし、2段目もダメでも。はい、いきます。じゃあ第4問、第4問写真ですね。はい、うん、はい、まずこちらの写真をご覧ください。あー、わかった、わかった、わかった。あ、待って、ごめん、俺これ答え見しちゃったかも。え、どうして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 。はい、第4問は、ラハスが言ってキャバクラの名前ですね。おー、え、みんな今見た、見てない。めっちゃ見てない。見てない。第4問は、ラハスが言ってキャバクラの店舗名は、いっか、まあ、正式名称でいきますか、じゃあ。オッケー、もう見えちゃったから今、見えちゃったからちゃんとさ、正式名称にしようかな。はい、オッケーです。いいですか、ラオスさんから。ちょっと待ってね。あ、ずるい、人を見て書き換えた、人を見て書き換えた、ずるい、ずるい、マジで。はい、クラブさくらです。クラブさくら、お前2つの、2つ出すのやめなって答えやろ、うん。いや、だから英語じゃ、桜、え、じゃあ、両方あったってことで、クラブ桜桜で、うん、いやいや、そう、じゃあ桜、じゃあ、しかも、じゃあ、これずるい、クラブ桜です、クラブ桜です、書いてなかったし、まあまあまあ、でもいいや、間違ってるから。あ、うん。答え、一回全部消したら、全部消し、答えちゃんと書いてる、じゃあ、一回今書いて、ほんとさ、ずるいよね、直すって。間違えてるのか、今、こっちか、見せて、それにしてじゃ答えを、はい、もう決定で、そういうのいいから。はい、クラブさくらです。はい、はい、え、クラブ入れてない、さくらしか見えなかった。ラオスもそうだったんだよ。あ、そうだの。え、俺さ、俺クラブ片小文字だと思うんだよ、ね、入ってた、いや、そう、え、小文字だよね、小文字だった、え、小文字だよね、小文字だったと思う。え、クラブ入ってた、入ってた、入ってた、クラブ入ってたけど、さくらしか見えなかった、うち小文字だった。くそ、行きますか、見ますか。でもこれ割と俺さ、答え見なかったら分かんなかったかも。いや、絶対分かんない、絶対分かんない、分かるわけない。答えがほら、ほら入ってる、さあ、小文字、 SAKURA で、S 大文字。あ、じゃあ合ってる、俺とさやくん正解合ってる。え、リナ三角、はい、残念、言ってもんの三角ないから。はい、残念。いや、でもこれ、さくらでね、R とかはさ、つづり文字だからさ、小文字ラブがもう間違ってる、うん、はい、じゃあね、はい、どんまい。ちょっとこれね、見せなかったら勝ったのに、マジで。え、分かった、俺覚えてた。え、でも、でも、福岡だよ。確かに、福岡の店だから。確かにね。第6問は動画ですね。バズるというか、みんな見てくれる回数、再生数が上がったりする。いや、でも正直、本数じゃないんですよね、バズることじゃないんで、まあ、もちろん大事なんですけど、うん、やっぱ中身なんですよね、結局。ヒカル君とかだったらどうする、ない、はい、見てないもん。まあ、確か視聴会はしてないね。うち見てない。スタジオコメント全く見てない。無理。予想じゃない、予想。やば。はい。じゃあ第5問はこちらです。スペシャルミッションでスタジオから出た企画案、ミクルさんからクワガタに挟まれてみた、蜂に刺されてみたと出たが、ヒカルさんからはなんていう企画案が出たか。いや、知らない。まずクワガタの話も知らないんだけど。これは俺わかるわ。いや、僕知らない、見てない。え、クワガタに挟まれて。想像でね。ヒカルさんが言いそうなもの。ラオスこれわかるよね。ラオス言ってたよ、てか結構ラオス言ってたわ、うん、分かる、俺らが YouTube の してる時とかも言ってた、ちょこちょこ、ヒカルさん愛高校言ってたけどみたいな感じです。じゃあもち子愛行こうかってうちなの、だって蜂に刺されてみたとかの続きになればいいってことでしょ。え、違う、全然違うよ。ラオス言ってよ、ちょっと違うよ。え、レナそうだと思って、まあ、一回出してみよう、まあ、いい、海に沈めてみた。事件、事件、事件起きちゃう。じゃあ、スナック行きましょう。僕、炎上しているスシローについて。それ違う、ラオスが言ってるやつ。これ、ラオスのやつ。ラオスが言ってたっていうから、それでヒカルさんが言ってるから真似したのかなって思って、本当に見てないんだもん。じゃあ、先ほど言っていい？うん。ラオス、ノーブラ散歩。はい、ノーブラ散歩。あ、やっぱ、それ。そこかな。ノーブラ散歩です。ちょっと行きましょう、答えを。本数じゃないんですよね、バズることじゃないんですよ、まあ、もちろん大事なんですけど、うん、やっぱ中身なんですよね、結局。ヒカル君とかだったらどうするの。僕、女の子いるとしたら、僕ノーブラ整体ですね。整体整体
帯行ったのがモーブラ散歩とか。ああ、ルマモーブラ散歩。違う。YouTube ってそこ OK なの。じゃあノーブラ散歩が流行ってるからノーブラ生態ですね。だから外れです。いやいやいや、ノーブラ散歩って言ってるから。いやいや、流行ってるから。流行ってるから。違う。見てじゃん。違う。これどっち？ねえ。ノーブラ生態かノーブラ散歩どっちか。よっしゃ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 。企画が出たっていうことで、そうだね、これジャッジですから。クワバトに挟まれてそうそうそう、ジャッジだね。そうだね、端に刺されてた。だからどっちが待ってればいいんだよ。端に刺されてんだって普通にヤバくない？ノーブラ散歩ってこれ企画で出して、ちょっと待って、納得いかない。まあ神ですから審判。え、待って、トカーとか言ってる。トカーも言ってる。ほら、トカー、確かにこれ正解だ。正解だね。やった。危ねえ。背中から落とし入られるとかって今危なかったわ。いや、むっず、待って、これ、でもさ、これ見てないとさすがに無理じゃない。無理。けどノンタイトルの意外と楽しみってスタジオコメントだと思うんですよ。多分視聴者結構スタジオコメント見たくて見てる人多いから。いや、間違いない。だってヒカルさんとミクルさん見たくて見てる人ばっかりでしょ。で、多分共感したいですよ。いや、そうそうそうみたいなのを、まあ、だから視聴回も伸びるしね。ズバッと言ってくれるんだよ、この二人が。はい、じゃあラスト問題いきましょうか。はい。第6問。第8話の YouTube 再生回数対決にて、チームブルーが初めに解説したチャンネルの正式名称は？うわ。チームブルー、うちらだよね。そう。変えてるより一回。え、わかんない。番組出てるやつだからさ。番組出てるやつだよ。あ、そうそう。で、俺はだから1個しかないの。けど俺それが出てこない今。いつも似たような名前だったけど。いや、そっちでわかんなくなっちゃう。わかる。じゃあちょっと。正式は無理かもな。でも正式って書いちゃってるからね、これはもう。正式じゃなきゃ外れですね。オッケーです。むずいね、これは。うん、番組見ててたのが、あの、最初か後かにもよるしね。うん。ちょっと誰か先言ってください。俺わかんないんだから。言っていいじゃん。いいよ。いきます。8日後に明かされる、公開されるやったかな。有名人チャンネル。いや。ごめん、公開されるかも。消すなって、一回やめて。やめて、それ。それでいいよ。自信持ってる。まだいいや。8日後に明かされる有名人チャンネル。一緒の人いないの？違う。じゃあ、こう行こうよ。うん、8日後に公開する有名人チャンネル。有名人のチャンネル。公開だったな。有名人のチャンネル。違う違う、これ有名人チャンネルと有名人のチャンネルって。それも見られるの？正式名称だから。有名で、じゃあうちレッドかも書いてんの。もしくは ？8 日後に正体を明かす有名人。まだチャンネル書いてないわ。これ絶対違う。これレッド。有名人かでちげえし。あれ？うち今日漢字めっちゃダメだ。有明だよこれ。有明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 。え、マジで漢字が。え、今日じゃない、いつも。え、違う、いつも。漢字に関しては。え、違う、違う、だって今日2回目だよ、これで。8日後に正体を明かす有明人。やべえ、え。もう違うだろうね。俺、ちょっとこれ難かった。35人復活する松葉。誰も予想できてないんだよ、これ。当てに行く気ないじゃん。大喜利じゃないんだよ、これ。リアルですからさ。いや、リアルだから。多分30日後ぐらいだった、あれ。あれ、30日後ぐらいだった。30日後ぐらいだった。30日後ぐらいだった。誰も想像できてないんだよ。だとしたらすげえよ。いや、これむずいね。ちょっと、じゃあ、いきますね。一語一句で。答えがこちらですね。間違ってんじゃん。8日後に公開する有名人のチャンネル。あー、有名人！あー、すごい！すごい、全く一緒なの結構すごい。うざいな。これはすごいわ。うわ、嬉しい。嬉しい。脳入ってない、脳が入ってない、今。気まずい。何何、脳入ってないじゃん、今。ほら。じゃあ、5話から8話はここまでということで、全部合わせた。合わせた点数。僕からいきますね、じゃあ。僕7点です。僕9点。6点です。あ、順位は変わらずだ。そうだね。最初のうちいい感じだったのに。でも話されてるんだな、それから。でもやっぱ結局ノンタイトルさ、批判とかどうのこうのとか結構言われて、一番愛が強いの僕って分かってもらえてるんじゃない？いや、まだ分かんない。挽回のチャンスあるから。なんならね、最後ラスト問題大体ね、プラス4点とかですからね。イエス。4、5点とかですから。じゃあ最後にバグ起きるから。結局、あの、挽回できるんですよ。松葉くんが言うならいいよ。やっぱミスターのタイトルでさ、言うて2点2ポイント差じゃん。全然いけると思う。これはないです。12問中4点当てんですよ、もう。ね、やばいって。ラオス今回落としても結構痛いよ。痛い、自分の。だってラオスなんて3問ぐらいだよ。痛いわ。
なんかチャチャが入りすぎたわ、ちょっと横から俺の横からチャチャが入りすぎた。悔しい。はい、ということで次回が9話から12話まで、12話までありますので、皆さんで次回もお楽しみに。はい、はい、面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。またバイバーイ。